魚類のヒレヒレは、主に魚類などの脊椎動物が持つ、水中で動かし水をかいたり水流を制御したりすることによって、種として身体姿勢を制御することに使用する運動器である。体から薄膜状に突出する。その内部に骨や軟骨による支えがある場合が多い。種によっては、水底の歩行、威嚇、子育てのために、 卵へ酸素を多く含んだ水を送るためにも使われることがあるが稀である。石作動物、細長い体の中心に石作という支えを持ち、全身を左右にくねらせることで遊泳する方向に進化したとみられる。これに対応して、その体は左右に扁平になっている。さらにその体の円に沿って体壁が薄膜状に伸びたものがヒレである。これは体面積を広げ、 推進力を増す効果があると考えられる。このようなヒレは、小中線に沿って発達し、体臭を取り巻き、特に体の後半部に発達する。このようなヒレを不追ヒレと言い、脊椎動物の無角類、魚類、両生類に見られる。魚類では背びれ、尾びれ、尻びれがこれに当たる。これに対して、体の主に覆面から左右に突き出したヒレが、魚類にはあり、これは、 体びれと言われる。原始的なものでは、左右に水平に広がり、主に体の安定に寄与したと考えられるが、次第にその構造を複雑化し、多様な方法で使われるようになった。胸びれと腹びれがこれにあたる。これは無学類にはなく、それ以降に発達したものである。また、それらは、脊椎動物の陸上進出に際し、死死に変化した。またそれに並行して、 陸上での運動に寄与しない、普通ビレは消失した。哺乳類、爬虫類、鳥類のヒレは、すべて二次的に形成されたものである。例えばクジラや、魚竜の胸ビレや腹ビレ様のヒレは、足や翼から二次的に変化したものである。ただしそれらも元は、魚類のヒレだった器官である。ナメクジウオの構造脊椎動物以外の、脊作動物、例えばナメクジウオにも、 背びれや尾びれがあり、その様子は無学類のそれに似ている。これは、脊椎動物のそれらと相当である、可能性がある。脊索動物以外の動物群においても、明確にヒレを持つ例がある。ザトウクジラ、巨大な胸びれを持つ。爬虫類、鳥類、哺乳類を含む群、あるいは両生類以外の四足動物では、全生活にわたって、完全に、 陸上生活が可能な形で進化し、その過程で死死を除くすべてのヒレを失った。しかし、その一部は再び水中や水辺の環境に進出し、その過程で二次的にヒレのような構造を獲得した。まず足指の間に水かきを獲得するのがよく見られるが、この形は遊泳により適すると同時に、足指の指としての使用が可能な形である。 さらに遊泳にのみ適する形で進化したものは、四骨本来の指の本数が減少したり、また足全体や尾などが扁平化し、ヒレのような役割を持つ動物も存在する。これらは修練の結果である場合も多い。扁平化は左右からの場合もあれば副肺方向になる場合もある。爬虫類までは体を左右にくねらせる運動が簡単であるため、尾は、 左右扁平になるのに対して、蝶類、哺乳類では、陸上での死死による運動への適応から上下に、くねらせる運動が優勢となっており、ビブは、腹肺から扁平になる例が多い。水かきを持つ、動物体が、扁平化した動物、うさみ、よしゆき、ティーレティコルスタディー、オンザ・ボディ・ホームスウィミングパターン・オブ、アノマロ・コリス・ベェイスド・オン・ハイドロードイナミック、シミュレーション。 Journal of T-Retical Biology 238-11-17-DOI 10.1016 ジェイジャトビー 05, 8, 一瞬から 3, 2 0 0 5 0 5 0 0 8 0 0 2 2 5 1 9 3 p u m i d 千1 6万二2 0 9 6 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nllm.nih.gov スラッシュ pubmed スラッシュ16002096ありがとうございます。